第4試合はオーバーザアイドル夏ヒロイン物語と題してお送りします。登場します全日本女子井上貴子選手です。はい、さあ今日はいよいよアイドル対決、キューティー鈴木との対戦となりました。はい、キューティー鈴木選手は180度見た目とは全く違う選手なんで、うん、だからまあお互いの存在を潰すことではなく、うん、認めた上で競っていきたいと思います。いい試合をお願いします。はい、そして青コーナーは JWP のキューティー鈴木選手です。さあ今日は井上貴子選手とのアイドル対決ですよね。はい、うん、まあアイドル対決って言われてるんですけども、それ以上に激しい試合をして、絶対勝ちたいと思います。両選手とも闘志がむき出しになっています。第4試合オーバーザアイドル夏ヒロイン物語、30分一本勝負を行います。青コーナー JWP130 パンスキューティー鈴木。赤コーナー全日本女子プロレス150パンス井上。レフリー村山大地。さあ中盤戦突入ですけれども、第4試合はオーバーザアイドル夏ヒロイン物語と題しました。井上貴子対キューティー鈴木の注目のシングルマッチということになりました。第4試合も第2試合に引き続きまして山本さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。山本さんよろしくお願いします。キューティーのねビッグマッチ、シングルマッチということですけどね、はいはい、本人もかなり緊張してたみたいですが大丈夫ですかね。そうですね、ただ7月31日の横浜で一応当たってますんでね、はい、まあ、いい意味での緊張だと思いますよ。そうですか、はい、まずはこの張り手合戦からこのシングルアイドル大きいですよね。大きいですよね。このシングルマッチというのはですね、 JWP にとっても非常にシビアな、はい、なんていうんですかね、選択だったんですね、この試合を受けるというのは。あ、はい、シビアな選択でした。そうですね、やっぱりキューティーの実力、本当にキューティーする人は強いアイドルなのか、はい、あるいは弱いアイドルなのか、そういう本当にキューティーが本当に意味を知るんだと思いますよ、この試合は。キューティーの実力の試金石という、そうですね、この試合の位置づけになるんでしょうかね。はい、さあそしてまずはいきなり王というこの大歓声は、キューティーのジャーマンスープレックスホールド。今のようにある程度仕掛けを早く大技で仕掛けなくてもしょうがないですよね。そうですね、キューティーがお客さんにアピール、赤コーナーに釘付けにして右手を高々と上げていきました。まあ、これまでにもそのキューティーはJWP のリングで関西とシングル、あるいはリングのシングルで当たって、はいはい、それなりにその強さを発揮してきたんですけども、やはりこの全日本女子プレスというそのまあストロングのもうストロングストロングで来るところですよね。はい、でそれと当たってその違うエッセンスと当たってどうかっていうのは本当に本人にとっても今日はもうシビア中のシビアな試合になると思いますよ。この井上貴子、予想がつきにくいですよね、ファイナル展開が。井上貴子、キューティー、この2人、まあ、それと同じようなものをこの貴子選手も背負ってると思うんですよね。なるほど。でこの2人がその果たしたその女子プロレス界における役割というものがこの試合でまた一つどうなっていくのかというのはすごく面白いですよね。花であるの女子プロレスのある意味では象徴というふうに言われてた、そうですね、ですからね。まあ、そういった意味でも、まあ、ここで激しいファイトを展開していけば、そうですね、もう女子プロレスの未来も明るいなという感じがするわけですけども、はい、僕自身としてはそのキューティー鈴木も井上貴子もそうなんですけども、ある意味でその夢の世界に生きているレスラーですよね。なるほど。でいわゆるこの2人にそのシビアにその試合をやらせてですね、シングルマッチで決着をつけるというのはですね、非常にそのなんですかね、全日本女子プロレスのアナーキーの感想というか、アイドル潰しというか、そうですね。でそのいわゆる針の無常に今2人立たされてる、しかも場所が武道館、すごいですよね、シチュエーションとしては。まあ、山本さんもね、そういった選手を気遣うあたりはさすが代表だなという感じがしますけれども、うん、いやでも個人的には非常に楽しみな、ね、いや完璧に見ると非常に楽しみな、全くその通りですね、僕、うん、非常に興奮するとかそうです、はい、斉藤さん、はい、タカコのコスチュームがまた一段ときらびやかになりましたけどもね。そうですね、
好きでしょ、こういうの。どうでしょう。この試合はそうですね、山本代表は非常に大きな、針の後ろというような表現をお使いになってたんですが、はい、井上大吾選手にとっても非常に大きな宿題のような試合だと思うんですよね。そうですね。どういう、まあ、やっぱりシビアにやるしかないんでしょうね、はい、これはね、最近得意としている今日の試合なんかで、井上大吾選手ね、特にどのぐらいの器のレスラーなんだかっていうのはちらっと見えると思いますよ。さあ、最初にホールを奪ったのはこの高子、ツーストン2連発、そして顔面をマットに叩きつけてきました。さあ、ここまではちょっと防戦一方だった高子ですけれども、この心当たりから反撃、この辺りのね、こうなんとも小憎たらしいファイト、こういう風にやった方がいいと思いますね。この辺が魅力、この人の魅力というね、最近のパターンですけれども、井上孝子選手もだんだん難しくなってきてるんですよ、うん、この意地悪そうだけど結構好きというのが始まっちゃいましたから、はい、今まではまあ、なんて言うんでしょうね、まあ、正統派ですよね、うん、基本的にはね。これからがあの意地悪さが好かれちゃった後は、あとはじゃあどうやって飽きられずにというのはもう1ページ必要になってくるんですね、うん、まあ、ただこれは一つのこの人の個性ですからね、どんどん伸ばしていくべきだとは思うんですが、今日はこの後どうやって同じアイドル対決といってもですね、やはり誰が見てもキューティーの方がベビーフェイスっぽいですね。さあ、そのあたりリング中を今度は佐々木刑事固めで、この表情が井上拓也のファンにはたまらないというですね。しかし、あの両選手の表情のアップがこれもファンにはたまらないですね。たまらないですか。いいですよ、これは。やっぱりね、これまでの女子プロレスはやっぱり美しくなきゃいけないと思いますよ。もちろんですよ ね、あの、なんていうのかな、いや、私二通りあっていいと思いますよ。やっぱり関西系とかですね、これもね、ある意味では美しい。そうなんですよ、美しいですね。なんていうのかな、やはりそれなりにやっぱりみんな歴史的にやっぱり恵まれた人間がこれからはやっぱり、ね、プロレスラーに、そう思います。グッチがこれで弱かったら僕リングに上がってもらえてないですよ。全くそうです、ね、レスラーなんですから。だから、このビデオを見た人たちの中で僕はちょっと資料の発言しますとね、やっぱり、プロという何恥ずかしい顔をしたプロレスラーがいっぱいいますよね。で、今の女子プロレス界っていうのは本当にやっぱりみんな洗練された人間が上がってくれるところだと思うんですよ。特にね、こういったオールスター戦はね、そうなんですよ、うん、だからそういう意味でやっぱりその全プロレス界はやっぱりそういうプロと呼べないプロレスラーはもう使ってほしくないし、はい、そういう意味でも女子プロのレベルをもっともっと上げていきたいですよね、はい、なるほど。今あの団体がね、エコも釈子も旗揚げ一時ね、旗揚げ状態で、もうかなり18ですか今。そうですね、そうなるわけでしょ、そうすると当然レスラー不足していくと。やはりある程度のレベルを達しない選手まで早々とこうリングでデビューしてしまうという状況というのは、ずいぶん前から危惧されていたことなんですけれども ね、 そうですね、まあ、女子プロレス界にはね、なんとしてもそういった状況というのは、はい、団体の数が増えてもやはり一生懸命やっている団体とそんなに一生懸命でない団体というのがあるんですね。見る方のファンも一生懸命に見れば、どちらが、まあ、どの団体があんまりいい表現じゃないかもしれませんが、どの団体がメジャーでどの団体がマイナーなのかというのはきっとちゃんと見えてきます。ああ、でもそういう意味ではこの女子プロレス界というのはいい方向ですよね。それは今全体的にはいい方向だと思います。やっぱりキューティー鈴木にしてもこの井上孝子にしてもやっぱりスターだなと思いますね、うん、今スターの顔してますね、まあ、入場の時なんかやっぱりドクドクときますもんね。そうですね。今度はアキレス腱固め、クロキーが必要に足を、こういうグラウンドの展開は今日初めてじゃないですか、今日の試合で。そうですよね、まあ